穂積寅九郎大正13年1月18日は、幕臣、明治期の実業家、教育者。三河吉田藩の筆頭御用林であった、穂積喜左衛門彦の次男として、江戸の藩邸で生まれた。慶応4年5月に、一家で帰藩。兄の穂積清賢が彰義隊との関与を疑われ、隠居蟄居。父も連座して、家禄を減ぜられ同年死去したため、家督を相続した。箱館戦争を戦った中島三郎助の庇護を受け、後に中島の所蔵した洋書を引き受け、豊橋市図書館に寄贈した。自習館で漢学を学んでいたが、英学を志し、明治3年、慶応義塾に入学した。明治6年、学制の変更のため退学、慶応義塾出版局に入所し、販売や事務に従事した。翌年、兄の病が重くなり、帰郷、公文社での教育や管理にあたりながら、兄の治療費を捻出するため主治医の勧めでスープを作り、病人のいる家庭に販売した。同年8月に、親権が没し、翌年公文社を閉鎖して、一家で上京、小畑徳次郎の紹介で、東京師範学校の幹事となった。明治11年丸善に入社。翌年には丸屋銀行の幹事となった。明治14年、本願寺に招聘され、正利宝会の理事に就任した。明治17年、京都株式取引所の肝入検所大支配人となったがすぐに辞職し、友人数名と秋田県の正巻鉱山の開発に乗り出し、明治20年に三菱の手に渡るまで事務長を務めた。明治22年、鉱山開発を計画して、朝鮮に渡り、阪神では、居留地総代、居留民会議長に選出された。また、広道銭行と称する銀行を設立し、運搬や計量が困難な朝鮮の戦貨に変えて、手形を流通させようと試みた。仁川で新聞の発行にも関わっている。日清戦争中は、日本と朝鮮政府の仲介を務めたが、日野と羊事変で事業に打撃を受け帰国、知多紡績の支配人に就任した。明治40年知多紡績が三重紡績に吸収されると、そのまま知多文工場長に横滑りした。ありがとうございます。